3ルーム内で地植え栽培しているこのドワーフナムアは今出ているマキハもその前のマキハ同様天井に突っかえたので先端を10センチぐらいカットしたんですね。その前に使えた葉はこれなんですが、カットした後、このように左側に傾斜して展開して、その先が少し天井に使えていますが、もうちょっとしたらあと10センチぐらいカットして、葉焼けを少なめにしようと思っています。これは元斑入りで美しい模様を見せていたんですが、大きくなるにつれて斑は消えてしまっていますね。ここは日照がいいので、斑は小さいうちはですね、このように失せませんが、三尺バナナ程度の大きさになると、ドワーフナムアの斑も消えていく場合が多いですね。半日陰ででも育てればまた別なんでしょうけれどもね。そちらは着火位置がおそらく三尺タイプのものですね。こちらは着火位置が二尺タイプのものですね。ドワーフナムアは私が持っているものでは着火位置が三尺タイプのものと二尺タイプのものとがありますね。それでドワーフとか低木製といっても定義が明確ではないので、着火位置が三尺タイプのナムアバナナとか、着火位置が二尺タイプのナムアバナナとか、日本語で言うならその方が正確かなと思っていますね。それで、そちらの着火位置が三尺タイプのドワーフナムアと同じタイプのものをもう一本持っていたんですが、外出しを2年連続 ちょっと失敗したのがあるんですね。それで外出しした後、ある程度成長したんですが、その後の成長が芳しくないので、これは開花結実に至らないだろうと思って、斑入りバナナではフロリダアエアエが、美しいものの代表とされていて人気がありますよね。ただフロリダアエアエは地植えしますと大きくなりますので、葉っぱの斑を楽しもうと思うならもっと小さい品種のものの方がいいですよね。それでこれも大きくなっていた、大きく育っていた頃には斑が消えていってたんですね。それでカットバックすれば次出てくる水芽はまた斑入りになるに違いないと思って、しばらく前に地際といっても10センチぐらいでしょうかね、地際10センチぐらいでカットバックして、最初に出てきた水芽がこれで、予想通りこのように元の
苗を入手した頃に近い斑入り苗になっています。もう2本小さな水芽が出てきているんですが、この葉っぱからするとこれも斑入りであることは間違いないですね。こちらはまだ兆候が出てきていないほど薄い緑ですね。もう10日ぐらいもすればだんだんはっきりしてくると思います。まあ、このように神経に問題がない株であれば、地際でカットバックすれば水芽は出てきますね。まあ、神経に問題がある場合にはそれは分かりません。どうなるかはですね。それで、まあ、これは親株は見込みがなかったので思い切ってカットバックしたんですが、親株の成長点がまだ大きくなる可能性を秘めている時には、当然こういう水芽を出してきても親株自体は成長しますね。これは2冬続けて外出しが早すぎたので、その後大きくなったこともあったんですが、開花結実はおそらく無理だろうと思ってカットバックしたんですね。まあ、これからこの3本の水芽、あるいはもっと出てくるのかもしれませんが、どれぐらいの大きさに育つかよく分かりませんが、まあその大きさによってですね、何本を切り分けて鉢植えにして管理するとか、あるいはサンルームの方に持って行って地植えするとか、あまり小さいものは鉢植えで管理するとか考えなきゃいけないですね。このまま丸ごと掘り上げて万全を期しての越冬を考えて鉢植えにしてサンルームに入れるとなると、これはそうですね、不織布ポットを使うとすると合計30センチでも小さいですね。根の伸び具合、根の広がりを考えると合計40センチは必要になるでしょうね。まあ、土はたくさん入れなくて、例えば合計40センチメートルの不織布ポットに土を半分ぐらい入れて、そこに植栽すれば、まあ、それで越冬はできると思いますけどね。まだどうするか、今後の展開を見てからですね。その他に、斑入りのナムワとしては、ここに非常に小さい苗があります。これは私がカットバックしたんじゃなくて、越冬に失敗した子苗がダメになったかと思うほど、まあ地上部は完全に消えて、掘り上げてみたら芋だけあって、まあ芋がふにゃふにゃになっていたわけではないので、もしかして水芽が出てくるか、成長再開すれば儲けものだと思って、芋を鉢に、スリット鉢に埋め込んでおいたんですね。そしたら元株はダメになって、1本だけ水芽が出てきたんです。それを親株の神経から切り離して、ここに小さいうちに直植えしておいたんですね。それが成長してきたんですね。これはまたちょっと違う負の模様がしていますよね。まあ、斑入りだから価値があるとか、私はそうは思いませんが、まあ、食用バナナが多い中で、何本かはちょっとした斑入りのものもあれば、アクセントがつくかなと思って、何本か育てようと思っているんですが、まあ、大きさからして、そうですね、やはり
一般的にはドワーフナムアバリエガータ、斑入り、矮性ドワーフと言われているものがほどほどかなと思っていますね。フロリダアエアエは美しいとは思いますけれども、まあちょっと葉焼けすることが多くて、その部分が見えると全体としてあまり美しくないなと思うことがよくありました。それに比べると、まああまり大きくなる前ならですね、ナムワの斑入りの方が、まあここはサンルームですが、サンルームとか他の畑でアクセントになるかなと思っているんですね。あとおそらく斑が消えていっても、食用バナナとしてはナムワの方がフロリダアエアエよりも強く育つんじゃないかと思います。競争に育つと思いますね。あとさっき言いました背丈の高さもありますけどもね。まあ、いずれにせよ、こういうふうに斑が消えたものでもですね、斑入りが欲しければ、まあ、収穫した後で出てくる水芽の何本かのうちに斑が現れる可能性は高いですね。もし観賞用だけ、まあ、食べるのはどうでもいいから観賞用のが欲しいというなら、さっきまで撮影していたそのサンルームの前の方のナムワみたいに親株をカットバックしてしまえば、親株で消えてしまった斑が水芽の方で再現されて出てくる可能性は低くはないですね。必ずそうなるとは言いませんが、可能性としては低くはないと思いますね。